はい、おはようございます。月曜日の朝です。なんと2週間目に突入して、もう何回だか忘れちゃったぐらい、8回とか9回とか、いやすごいですね。どこまで続くんでしょう。何の話だっけ。あ、そうそう、散歩に行ってきたんですけど、まあ、本当に大変でした。本当に大変でしたっていうのは、なんかずっとうっすらと雨が降ってて、うん、傘、一応折りたたみ傘を持っているので、刺そうと思えば刺せるんですけど、傘刺すほどでもないんだよなっていう状態の雨がずっと降ってて、4時間ぐらいずっとそのままでしたね。いや、ほんとしんどかった。で、なんか昨日のやつで、未来平から龍ヶ崎市まで歩きます、で地図はこの辺に出しますみたいなこと言ってたんですけど、なんかほんと編集だるくて結局しませんでした。今度こそやろうかな。ここに分かんないけど、気力があればここに、あの未来平から龍ヶ崎市どういうルートで歩いたか絵を出しますよ。はい。で、あ、そうそう、散歩中に ZV-10 で動画を撮るっていうのをついにやりましたけど、それがすごくて、なんかまずバッテリーがフル充電じゃなかったっていうのがまず一つなので、なんか最初に道中休憩したところで一回撮ったんですけど、その時点でもう 50% 切ってるみたいな状態で、うん、やる気がないんでしょうね。で、どうしようかな、その撮った映像をどういう風に YouTube にアップするか、なんかその毎日のこの Vlog に貼り付けるのか、それとも散歩編みたいなやつ別動画にするか、ちょっと今悩んでるんですけど、どうしたらいいですかね。なんかね、そんな何本も編集してアップするのだるいなっていう気はしてるんですけど、とりあえず最初はこの Vlog に貼り付けますかね。なんかそれがいい気がする。はい、こんにちは、散歩中です。ついに散歩中にカメラを回すことができました。でもめちゃくちゃ雨が降ってて厳しい。駅まであと1時間ぐらいあるんですけど、雨の中歩くのかと思うと辛いですね。今日ずっとうっすらと雨降ってるんですけど。はい。で、今ここがどこかというと、もう牛久沼のあたりなんですけど、ちょっと周りの景色を撮りますか。うん。よっ。こんな感じのところですね。どういうことですかね。カッパの日、カッパの日とは。いやー、なんかこの道中ずっとカッパカッパみたいな、カッパの銅像とかですね、銅像じゃないか、石像かとか、いろんなものがあって、カッパが名物なんですかね。うん、なるほど。牛久市指定文化財カッパの日、なるほど。今この解像度なら後から頑張れば止めれば読めるかな。一応写真も撮っとこうか。なんか今これを全文読む元気ないな。よいしょ、撮っとくか。はい。
どれどれ。ほう。なるほど、カッパが掘られている。へえ、面白い。ああ、これは別に関係ないか。お、裏にも文字らしきものが掘られている。うお、読めねえ。あ、いや、読めないってことないか。明治元年。はあ、うお、漫画を描く、大正、うん、いやー、なるほどね。実はここまで歩いてくる最中にオーディオブックで3体の3巻の下巻を聞いてたんですけど、オーディオブックなんて聞いてたんですけど、そこに、まあネタバレにならない程度のキーワードだから大丈夫だと思いますけど、石に字を彫るっていうキーワードが出てきたのをさっき聞いたばっかりなので感慨深いですね。石に字が彫られているのを見ると、うん、なるほど。カッパの根っていうか、やっぱこれZY10 って別に防水じゃないですよね。やばい、やばいんじゃないか、もしかして。よし、じゃあ一回閉まってまた歩くか。はい、というわけでカッパの日でした。カッパの象形、象形って読むんですかね。はあ、本当はさっき小休止してたところから牛久沼を沿ってこの葉っぱの象形とやらに来たかったんですけど、なんか途中でこの先は農家の指導につき立ち入りご遠慮くださいって書いてあったんで、ちょっと遠回りをしてやってきました。象形って何なんですかね。なんか説明とかあるんですかね。うんうん。おお。いや、しかし雨強いな。大丈夫かなカメラ。はあ。なんだろう。あれは、これは一体、あ、なるほど、なるほど、これはいいですね。ああ、なるほど、あっちから農道通ってくればこういう感じだったと。へえ、めっちゃいいこれ。まあ晴れてるとき来たかったですね。はあ、うおー、ここが一番沼がよく見えるかもしれないですね。うお、やばい、濡れてきた。ちょっと切ります。なんすかね、牛久城の跡、城跡ですかね。なんか案内があるってことは入っていいんですか。
なんかダメそうな雰囲気を感じる。あー、いや、ここが車両通行止めだっけ。いや、なんだ、いや、なんかダメそうだな、やめとくか。残念。で、バッテリーが足りなくなって、最初 50% 切りで、なんかめっちゃ心もとないなって思ってたくせに、あの電源切るのを忘れてカバンの中に入れてしまったので、結局その後あのもうちょっといいところにたどり着いた時にはなんか 20% とかになってて、で結局一番最後ですね、一番いいところになって、いいところっていうのはもう一番夕方、牛久沼がめちゃくちゃよく見える公園みたいなところ、まあ、ここに来たかったんだよ、ここにみたいなところに到達して、よし取るぞっていうところでまさかのバッテリー切れなんで、本当に途中でブツッと切れてしまってるんですね。いやー、その様子はここに差し込みますかね、この動画で切れちゃった時の、うわー、切れる切れるみたいなやつ、はい、入れましょう。なるほど。うわー、めっちゃいる鳥いいですね。なるほど、こういう感じか。やっと牛久沼全体が見渡せるところまで来ましたね。うお、ちょっと待て、電池切れそう、電池交換。ダメだ、交換する電池を持ってくるのを忘れていたっぽい。いやー、せっかく一番景色のいいところまで来たのに。でしょうがないので、まあその ZV-10 のバッテリーが切れるのはしょうがないんで、まあ、切れたけど、まあ記録には残そうと思って iPhone で、わしの iPhone は iPhone13 じゃなくて iPhone12 Pro Max なんですけど、iPhone12 Pro Max でその続きの映像を撮ったんですけど、なんか、まあ、プレビューしかまだ見てないんですけど、プレビューっていうのはその撮りながら見てただけですけど、なんか iPhone の方が画質がいいんじゃないかなっていう気がしてしまって、マジかっていう、うん、でちょっとまだ取り込んでないんで比較してないんですけど、ちょっと比較もこの尺でこう入れますか。はい、 ZV-10 の電池が切れて、しかもまさかのスペアバッテリーを忘れるという大失態。いやーね、でもまあ iPhone でね撮ればねいいんですよ。っていうか iPhone の方が良かったりしないですかね、これもしかしてひどい。うわー、めっちゃいる鳥。うわ、これって光学ズームじゃないのか、もしかして。はあ、なるほど、最初に選んだレンズでそのまま光学ズームになるのかな。一回1倍のレンズに切り替え、いやー、いいですね、鳥が、鳥だらけ。おお、あそこにも鳥がたくさん止まってますね。あれが人工島らしいんですけど、人工島もこの様子だと多分鳥だらけなんでしょうね。うわー、
です。iPhone 落としそう。怖い。ちょっと待って。iPhone、めちゃくちゃ画質良くないですかこれ。これが、もしかして、XDR の実力か。もう、肉眼ではかなり薄暗いんですけどね。ZV-1 で雨に濡れそうとか言ってたのがバカみたいですね。iPhone は防水なのでね。はあ、めっちゃ景色いい。いやまあディスプレイが綺麗なだけで、 ZV-1 も映像としてはよく撮れてると信じたいですけどね。ちょっと家に帰って取り込んでみて、その差で絶望しないようにしたいですけどね。いいじゃん。いやーマジで牛久沼いいですね。広がりがいい。まあ、手賀沼も良かったですけど、牛久沼もいいですね。水が大量にあるところはどこもいいですね。よし、これを取りに来たので、ミッションコンプリートということで、もうこっから多分20分ぐらいで龍ヶ崎市駅なんで、龍ヶ崎市駅まで歩いて帰ります。じゃあバイバイ。はい、というわけでどうだったでしょうか。わかんない、まだ編集してないんでわかんないですけど、これもし iPhone の方がよかったら、あの出先で ZV-10 を持っていくのをもうやめようかなって思いますね。ちょっとどうだったかは明日の Vlog で感想を述べましょう。はい、というわけで大変でしたっていう話でした。あとなんか今なんでこんなフードをかぶっているのかっていうと、なんか風がめちゃくちゃ冷たいですね。もう、まあ、昨日からそうだったんです。昨日とか一昨日からそうだったんですけど、ちょっとそろそろ厚着をする癖をつけないと、油断してたら風邪ひくなと思ったんで、はい、足の寒い季節は必ずベンチコートを着込むことにしてるんで、はい、あとなんだっけな、トピックとしては金曜日ぐらいにヘルメットを買いに行って、結局店頭の在庫じゃ満足できなかったんでヨドバシでポチりましたっていう話をしたんですけど、ステータスがなんか取り寄せってなってたんで、あのメーカーに取り寄せのリクエストを今してるんでしょうね、ヨドバシが。なんで全然音沙汰がなくて、音沙汰がなくてって言ってもまだ2日とかしか経ってないんですけど、もうなんかアマゾンとかヨドバシエクストリーム便に慣れてしまった身からすると、もう2日っていうのはもう悠久の時のように感じられますね。しかも音沙汰がないって。だからまあ結局土日メーカーがやってなかったらね、進捗があるわけないんで、どうなるかちょっと分かんないですね。多分今日月曜日なんで、今日からやっと動き始めるんじゃないですかね。できればね、次の日曜日スクーターでどっか出かけたいなとは思ってるんで、それまでに届いてくれると行幸なんですが、ちょっと無理かな。届いてほしい。なんとか月曜日中に処理をしてこっちに送ってきてほしいですね。はい、あとなんだっけ、なんか9月30日で緊急事態宣言が期限切れってことで、延長するか否かみたいな話になってるみたいですけど、なんか感染者数もよくわかんないうちにググッと下がってきてるんで、どうやらマンボウに落ちるっていうのもなく全解除
マジか、全解除すごいなと思うんですけど、全解除になるかもしれないですね。そうなると、まあ、子供たちの今、まあ、子供たちがリモート授業を選択して、日中家で3人がそれぞれ別の部屋で授業を受けてるみたいな状態になってて、結構部屋数が足りなくなってきているのが辛いところなんですけど、緊急事態宣言まん防解除ともなれば、リモート体制も一回バラシになって、来月からまた学校に通い始めるかもしれないんで、部屋が空く上にうるさくなくなるうるさくなくなるっていうのは、授業はその授業でギャーギャー騒ぐっていうよりは、まあ、こちら側のマイクはミュートにしてるんで、あの子供たちがうるさいってわけじゃないんですけど、先生の声結構通るんですよね。先生の声、まあさすがというべきかわかんないですけど、でその通る声で、子供たちの名字を何々さんって言って叫んでくるわけですよね。でそうすると、わしと同じ名字なので、あって呼ばれたみたいになってしまって、呼ばれるわけないんですけど、カクテルパーティー効果っていうんですかね、すごい気が散るんですよね。なんか名前を呼ばれると、それが結構ね地味に辛かったんで、まあ、そういうのがなくなるのは嬉しい気はします。ただもしかしたら別に解除になったからとて、うん、解除になったとてリモートは解除しませんみたいなこともあるかもしれないんで、それはちょっと様子を見たいですね。どうなることやらという感じですね。よし、じゃあ今日はこんぐらいにしとくか。間に散歩の動画も差し込むんで長くなりそうだし。じゃあまた明日、バイバイ。